はい、どうもこんにちは。今回は逆転裁判1続きからやっていこうかなと思います。前回はまあとりあえず裁判が始まって、まあ普通に裁判こなして、若干その梅代が怪しいよってところまでは持っていったんだけど、まだ梅代が粘ってるから、これからやっていこうかなと。ルームサービスを運んだ防御尋問させてください。そこに何かトリックがあるはずです。うわ、やっぱり寒い人、今時トリックって。は？私はその尋問に反対する。なぜですか？その理由は、盗聴は殺人とは関係ないというのが私の考えだからだ。は？ただし君が一つ条件を飲むなら防御の尋問に同意してもよい。条件？防御尋問した結果、松竹梅雄のアリバイが崩せなかった場合、当然松竹梅雄は犯人ではないということになる。その場合は君は綾里迷いの有罪を認める。それが条件だ。なんだそりゃ。防衛の証言から何かを引き出せなければ迷いちゃんはその場で有罪というわけか。どうする？やっぱどうするって別に飲むしかなくない？だってこんなの。とりあえずやってみるか。わかりました、条件を飲みましょう。ふん、バカが罠にかかったか。なんだって？あのやっぱり。よし、ではホテルの防衛を入廷させてください。ちょっとやばいか。では質問を始めさせていただく。いかにも防衛のイメージに忠実な男だ。はい、仕事中にご招待をいただいて参上した次第でございます。ではティーセット重いでしょうから早速証言をお願いします。かしこまりました。はい、私バンドホテルのボーイ長をしております。あれは夜の8時過ぎでしたが、梅尾様からお電話がありました。きっかり9時にアイスコーヒーを持ってきてほしいと。それで私きっかり9時に持って行った次第でございます。やばくないかこれ。アイスコーヒーは間違いなくそのご婦人にお渡しいたしました。やばいな。では弁護人尋問を。 はい、わかりました。この防衛の尋問で梅尾が殺人に関係している可能性を証明できないと迷いちゃんはおしまいだ。とりあえずでもまあ、あれじゃないの、揺さぶんじゃないの。一回一周しようか。一周したら言ってくれるから。今んとこでも。このボーイが嘘をつく理由はないはずだ。しかしこの証言から何か見つけないと。もう一度だ。徹底的に揺さぶってやる。OK。ヒント分かりやすいな。8時過ぎでしたか、梅尾様からお電話がありました。どうしよう。まあ、徹底的にだから。梅尾さんは本人の声でしたか？間違いございません。どうしてそこに行けるんですか？お客様チェックインは私自身が担当いたしました。その時、お美しい顔を拝見して、お声も拝聴しております。その時から目をつけて、いや、その縁。おかしいだろ、お前も。とにかくよく覚えておりました。それでどうなりましたか？まあ、きっかり9時も怪しいよな。きっかり9時ですか。はい、何度も念を押されました。テレビを見ていたそうで、番組が終わったら飲みたいと。9時、犯行の時間か。それで私きっかり9時に持って行った次第でございます。アイスコーヒーは間違いなくそのご婦人を出しました。あるか。でもきっかり9時に徹底的にね、徹底的に揺さぶらないといけないから。きっかりしっかりはっきりくっきり9時でございました。その妙な自信は一体どこから。
梅尾様からそれはもう強く念を押されていましたから。ボーイさん、お願いよ、梅尾、くじ飲みたいの。みたいな感じで。それで私、時報とともにノックした次第でございます。時報怪しいな。なんか作為を感じるな。作為を感じる。むずくないかこれ。全部やってみようか。じゃあ松竹梅尾本人に間違いありませんか。持ちの論でございます。持ちの論、オフコースを、もちろんを私にこじゃれてました。その妙な自信は一体どこから。あのルームサービスを、お持ちした際にですね、あ、来るんじゃない。せっぽんをいただいたものですから。せっぷん、キスのことです。ほっぺのここにチュッと。なんでそんなことを。きっと私にそのこの字だったのではないかと。私もう忘れられなくて。絶対不戦だ。めめ自分を印象付けようと工作していたな。ダメだ、何も見つからない。もうおしまいか。やっと分かってもらえたかね。この棒には嘘をつく理由がないのだよ。さて、そろそろ退屈な尋問は終わりにしてもらえるかな。そうですね。では証人、ご苦労様でした。いいのかこのままで。ちょっと待ってください。何ですか弁護人。さ、最後に一つだけ質問をさせてください。今さら何を言う。そんな無駄なことを。まあまあ、光月君、太郎君、一つだけ質問を許します。これが本当に、これが最後のチャンスだ。何を聞けばいい。やだ。ベッドメイキングは意味ないでしょう。ルームサービス、どっちだ。でもチェックインした時間とかも結構怪しい気がするけどな。ルームサービス聞いてもしゃあないか。あ、ごめん。チェックインじゃない。だってルームサービス、別にだってコーヒー届けますぐらいしか言わないでしょ。いや、もうそのチェックインって、そのチェのさ、迷いがさ、梅尾さんがチェックインした時のこと。あ、はい、かしこまりました。とにかく綺麗な方だなと、お近づきになりたいものだと思いましたが残念でした。そうですか。ん？何が残念だったんです。さすがの私も横に恋人がいらっしゃっては。お、来たん。ちょっと進んだんじゃないこれ。なんだって。今なんて言いました。いや、私はその…ボーイさん、もしかして梅尾さんは二人でチェックインしたんですか。とりあえず異議を申し立てる。とりあえず異議を申し立てるってなんだお前。無能かお前。とりあえず異議は却下します。答えなさい松陰。まあそうでございました。なぜそれを証言しなかったんですか。まあ聞かれませんでしたから。怪しい。それにしても普通言うもんじゃないですか。いえ、その実はそこの検事さんに。お、言ってよボーイちゃん、どんどん言っちゃって。ボーイさん、あれ、聞かれない限りそのことは言うなと。このバカボーイが。勝った。
松竹めはツインルームに男性と2人でチェックインした。間違いありませんね。はい。そしてあなたがルームサービスを運んだ時、あなたはその男を見ていない。その通りでございます。ふめ。裁判長、この時点で被告人綾里麻耶に判決を下すのは不可能です。なぜなら犯人の疑いが強い人物が他にいるからです。そうですね、三鶴木源氏。誰だその人物とは。その人物とは、あ、まあ、これじゃないの。普通に梅尾と一緒にチェックインした男です。え、いいですか。すでに証明された通り、未松竹梅尾は盗聴していた。彼女自身は犯行の時間にアリバイがある。しかし梅尾と一緒だったこの男なら犯行は可能でした。事件があった時間、ボーイはこの男を見ていません。今さらそんな都合のいい言い分が。今さらこの男の存在を今まで隠していたのは三鶴剣士、あなた自身ですよ。え、貴様ごとき素人にこの三鶴が信じられん。そこまで。弁護人の主張を認めます。警察側はこの男についてきちんと調査をするように。いいですか。了解した。本日の綾里麻耶の審理はここまでとします。では本日はこれにて閉廷。あ、ここで一旦終わるんだ。へえ。ここで一旦終わってまた調査期間があってあれなのかな、また裁判あるのかな。弁護士さん、すごいかっこよかったです。そうそう、あ、いい笑顔すんね。もう私しびれっぱなしでした。いやー、そうあ、でもあの剣術さんも素敵だったかな。え、白目を向いて唇をふるブルブル震わせたあの表情、グッときちゃいますよね。そうかな。で、どうなんですか。私もう帰れるんですか。いやダメだと思うよ、まだ。そうなんですか。でも、あ、でも今日のお手で大きな手がかりを見つけたから。手がかり、梅尾と一緒だった男のことだよ、もちろん。あ、なるほど。そういえば梅尾さん、どうなったんですか。と捕まったみたい。いい気味だね。留置所に行けば会えるはずだ。後で行ってみようかな。とにかく事件はまだ解決したわけじゃないんだ。はい。僕はあの男のことを調べてみる。そいつがお姉ちゃんを。多分そうだ。大丈夫、明日までに必ず見つける。お願いします。明日の法廷の武器にするため、僕は松竹梅の証言をまとめた書類をもらった。しかし松竹梅の証言は結局嘘ばかりだったため、証言書に書かれていたのは次の一文だけだった。被害者は攻撃をかわし右に向かって逃げたが追いつかれて殴られた。うん、こんなものが武器になるのかね。とにかく調査に出かけよう。いつまでも迷いちゃんを留置所に置いとくわけにはいかないからな。続く。あ、そういう感じなんだ。その一つの話の中にさ、一つの章の中にかな、に何回もあるんだ。その法廷調査、法廷調査、法廷っつって。へえ、おもろいじゃん。なかなかね、なんかもっと一個一個終わんの早いのかなって思っちゃったけど、なんかチュートリアル見る感じさ、結構。あら、久しぶり。こんなむさ苦しいとこまでわざわざ会いに来てくれたのね。目を感激しちゃうな。って。ふざけんじゃねえ。何なの目を笑いに来たってわけ。いや、ちょっと聞きたいことがあって。あいにくちな聞かせたいことなんてないの。どっととか会えんなよ、このギザギザ頭。やれやれ。あそこの患者さんがビビってるよ。それで弁護士さん、無用に聞きたいことって何？とりあえずそのねじれた性格のことを聞きたいよ。一緒にホテルに泊まっていた男のことなんだけど。
とりあえずそいつの話を聞いてみたいんだ。どこにいるんだ、教えてくれないかな。いやよ、何か聞き出すには材料が必要だな。君たちはなぜ千尋さんの盗聴を、やめてよ、盗聴なんて人聞きが悪いでしょ。人のことを盗み聞きしておいて人聞きが悪いもないだろう。わあ、それでうまいこと言ったつもりなの。寒い、ダメだ、話にならない。あさ、なんでそんなにねじくれた性格をしているのかな。見た目は結構その悪くないのに。さあね、このすっとこどこへ。すっとこ。彼女のボキャブラリーにはある種しびれるものがあるな。ここで終わんなよ。年間の嘘を監視する監視だ。さっきから全く動かない、さすがプロだな。というより、海王に見とれて動けないと言うべきかも。そんなに可愛いの？そんなに可愛いか。ご丁寧にカメラで見張っているようだ。まあ、とりあえず移動しようか。どうしようもないもんな。なんかあるかな？どうやら今日は捜査はしていないみたいだ。糸の子刑事の姿も見えない。警察の人たちが散々捜査した後だから、重要な手がかりが残っているとも思えないけど。まあ、一応調べてみるか。あ、これ見たな。ちょっと話変わってんのかな？僕の、あ、これ見たな。見たな。ああ、全く一緒な、こいつ。こいつ全く一緒のこと言ってんな。全く一緒じゃん、お前。ちょっと変わってんのかなと思ったけど、全く一緒じゃん。あ、写真あるぞ。なんだ、大先生今日もいないのか。もしかして僕を避けているのかな。あ、てか絵がない。絵がないぞ。あ、あれ？昨日はここに巨大な絵が飾ってあったような。確かあれは。あれ？あれ、あいつじゃなかったよね。そうだね、よく覚えてそうだよね。多分釣り人だと思うけどな。まあこれ調べるか、怪しいし。じゃあこれは古い写真か。2枚重ねて置いてあるぞ。写真の裏に鉛筆書きでメモが書いてある。 DL65 事件資料1と2か。どっちの写真を見よう。あ、お母さんじゃないの。どこかで見たような雰囲気が。この写真ちょっと借りるか。1枚ぐらい持って行ってもまあバレないだろう。何かの手がかりになるかもしれない、借りよう。あ、今持ってる写真撮る。あ、あ、じゃあこれで、あれか。あれ？でも、どうしよう。これ、迷いちゃんに見せたいけどさ、迷いちゃんが現状、いないからさ、これ持っとこうか。で、今、迷いちゃんだってあれじゃん。会える手段ないからさ。とりあえず、じゃあ、これ持っていこうか。バンドホテル303号室。あ、お客様。今日は見事でございましたね。ああ、ありがとう。君にはちょっと悪いことをしたかな。いえいえ、全然構いません。おかげさまで当ホテルはこれからビッグになりますので。え、ビッグ？殺人犯が盗聴に使った部屋ということで。この部屋にプレミアをつけて鮮やかにデビューさせるのです。いや、梅尾さんは殺人犯と決まったわけじゃ。そしてこの私めも、殺人犯に茶を運んだボーイとして華麗にデビューを。悪い目でも見てるみたいだ、僕もこいつも。さあ、そう、
今日は遠慮なさらず何でもお申し付けください。じゃあ話そうか。梅屋さんのことだけど。もう私には最初から分かっておりました。この人はやると。今回一番の危険人物はこいつなんじゃないのかな。梅屋さんと一緒にいた男のことを聞きたいんだけど。そうですね、なんと申しますか、マダムキラー、そんな感じでしたね。私と同じ危険な匂いのする人物でした。確かにこいつは危険な匂いがするよな。あ、その男の写真がありましたら間違いなくわかるんですが。写真ね。このホテルのことなんだけど。はい、実は私一つアイデアがありまして。このホテル坂東ホテルというんですけども、それにサブタイトルをつけたらどうかと思うんですよ。さあ、サブタイトル。坂東ホテル殺戮の館とか。そんなですよ、いかがです。いいんじゃないかな、どうでも。突きつけてみようか。こいつじゃない、こいつ。どうすか、この写真見てくれるかな。お、この人です、刑事さん。いや、僕弁護士さん。いやですね、分かってますよ。やってみたかったんですよ、こういうの。やれやれ、間違いなく梅尾様と一緒にチェックインした男です。何でしたら宣誓書を書いてもいいですよ。書いて書いて。宣誓書どうしよう。書いて書いて書いて。せっかくだから書いてもらおうかな。そうそうそう、別に出さなくてもいいから。わ、一度書いてみたかったんですよ、宣誓書。これで宣誓書を書いたボーイとしてデビュー。いいから早く書く。これで梅もとぼけるわけにはいかないだろう。あ、いっぱい持てるんだ、一応持てよ。じゃあ写真、あ、まあまあ無理か。なんかあるかな。あ、それはそのままにしておいていただけますか。殺人犯か盗聴器を隠した恐怖の引き出しということで、このホテルの超有名スポットとしてデビューする予定ですので。じゃあいろいろ絡んでいくのかな。あ、これ一緒だな。お、あー一緒か。めちゃくちゃ絡ますぐな。殺人犯が寝たベッド。あ、違う。あ、じゃあこれ持ってあれ行く？留置場。また来た、しつこい人、嫌われるよ。受けのさだよ、君が話してくれないからだろ。あ、ひどい。ギザギザ頭の人って心までギザギザなんだ。この事件が解決したら坊主頭にしようかな。お、君が一緒に泊まっていた男のことなんだけど、話を聞きたいんだ。どこにいるのかな。教えない、殺人事件などをかばってる場合じゃないだろう。じゃああなた、死んじゃった所長さんのことを人に売るの。売らないでしょ。くそ、何か聞き出すには材料が必要だな。行っちゃいますか。じゃあ、行こうぜ。これ見てくれないかな。だから梅をあなたに話すことなんて何も。はっ、それはやっぱり反応があったぞ。この人だね、梅尾さん。何が。決まってるだろう。事件のあった夜、君のホテルの部屋にいた人物だよ。違うわよ。むむ、しぶといぞ。その人だっていう証拠でもあるの。そうそうよ、証拠見せなさいよ。もう一息だな。ああ、書いてもらったんだね。こいつ見てくれないか。何よそれ。ホテルのボーイの宣誓書だよ。君と一緒にチェックインした男はこいつだったってことをボーイは証明してくれるそうだ。よし、あと一押しだ。なだめすかす。どっちだろう。なだめって僕意味なくない、こういうやつって。怖い、チカバチカハッタリをかますぞ。とぼけたって無駄だよ。君が喋れないならこいつをマスコミに公表してやる。なんですって。
殺人事件を目撃したはずなのに、その男は隠れている。マスコミは怪しい人物とかあれこれ書き立てるだろうね。くっ、まあ、分かったわ。梅尾の負けね。やった、スカッとしたぞ。生きててよかった。何をそう嫌味なガッツポーズ。こほん、じゃあ教えてもらおうか、この男のこと。その人、梅尾の上司、情報処理会社コナカルチャー社長小中勝、小中大か。情報処理会社って、そうね、大きな探偵会社とでも考えればいいわ。ふん、試験のあった夜、君の部屋に一緒にいたのはこの男だね。喋るの怖い。うめよ、あの女弁護士みたいになりたくないよ。はあ、わかった、詳しいことは本人から聞くよ。コナカルチャーの場所を教えてくれないか。お、ちょっと進んだね。コナカマサルか、小中大。ついでに手がかりをつかんだぞ。梅尾に犯行が無理だった以上、こいつこそ犯人のはず。早速行動だ。ゴミ箱に捨てた、捨てんなよ。もう捨てなくていいだろ別に。え、どうしよう。あ、要するか。あ、粉かれちゃいけるんだ。ちょ、一旦でも、どこをほっつき歩いて、あ、でも写真撮られてる。お、このワンパターンの咳払いは。あ、またチミかね。どうも先生。んー、チミ、なかなか見事じゃったな、今日は。え、法廷じゃよ、法廷。なんだ、見に来てたのか。若い頃のわしを見ておるようじゃったわい。まあ、千尋さん仕込みだからな。思い出すのはあの頃、青春の日々は青いレモンの香りか。申し訳ない。あれ、難しい。わしもダメになってしまったもんじゃ。今日の授業を見てわしは。反省する情報をくれよ。どこでやめようかな。粉カルチャー前で終わろうかな。見に来てたんですよね、法廷。まあまあ、どう。ゆんべは気になって眠れなかった。え、どうしてですか。そりゃ、ちみ、ちひろくんの妹さんのことじゃからの。ちみには本当に感謝しとる。もし負けそうになっていたら、わしはどうしていたじゃろう。そんなに心配ならなぜ引き受けてくれなかったんだろう。依頼を断った理由、昨日も聞きましたけど、やっぱり教えてもらえませんか。すまん、少し考えさせてくれんか。かなり悩んでいるみたいだけど、口を開かせるにはもっと材料が必要なのかもしれない。材料？確か昨日はここに大きな絵が偉そうに。偉そうに？ああ、いえ。でもどこに行っちゃったんですか、あれ。その、あ、飽きちゃったんでな。その、売っちゃったんじゃ。売った？そんなバカな。でもあの絵、大事なものだったんじゃないんですか。何があったんですか。うるさいんじゃ。もう絵のことは言わんでくれ。わしだって、わしだってな。ブツブツ。お、なんか突きつけられんのかな。なんか、あ、突きつけてもなんか。ってこれでもこの人の写真なんだよな。でもどうしよう、怒られるかな。でも情報は得たからもう使ってもいいか。すいません、この写真なんですけど。それは返しなさい。勝手に持ち出してすいません。でも誰なんですか、この男は。事件の夜、梅の部屋にいたのは多分こいつなんです。は、なんだって。本当かね、それは。なんだこの慌てぶりは。すまんが帰ってくれんか。一人にしてほしいんじゃ。は、先生なんだか黙り込んでしまったぞ。とりあえずこの写真は返そう。写真を星影先生に返した。まあいいんじゃない、とりあえず。だって別にカルチャー行くだけだしさ。じゃあカルチャーついて終わるか。あ、あの絵あるじゃん。てか、いきなり社長室来たのかよ。社長室入れないだろう。まあ いや、とりあえずじゃあここで一旦切るわ。じゃあまあ、あずした。